すげえ。何ちょっとこの2人ちなみに結構宅飲みするタイプですか。意外なそうだよ。はい、いや意外じゃないけど。ビールも日本酒もワインも飲んじゃう。それじゃあ、これはあのね、アラッチョはやれそうだけど、ユカロンはどんな風にやるのかちょっと見てみたいかな。何？脱ぐ系？お題は脱ぐ系。脱がないよ。はい、お題は私可愛いポーズ。いきますよ。それではポーズまで、みんなもだよ。せーの、3、2、1、ドン。ちょっと待って。あ、気まどい。あ、やってる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 。お客さんも面白いんだけど、本当に。みなティのお友達どうなってんの、一体ちょっと。ちょっとおかしい。ちょ、一旦待ってください。後でいじるんで。それでは皆さん、ジャッジメントいきますよ。せーの。ちょっと、ゆか。俺でしょうが。外してもらっていいですか。あ、これね。ゆかちゃん、お願いします。ありがとうございます。その使えてもらいますよ。お互い見合わせて、見合って、見合って。見合って。せーの。顔が怖いよ。可愛い。ゆかのはわかるじゃん、なんかなんとなく。これやってた人いたし。荒木さん、何やってるんですか。いや、私可愛い。この肩前に出すのが小顔効果よね。これで半分隠すっていう。なるほどね。みんな覚えておいた方がいい。そう、お客さんいきますよ。お客さんにもう一回いきますよ。私かわいいポーズまで、せーの、ドン。お、すごい。癖が強いだね。これあるよ。これもある。これかわいい。これとこれが多い。はいはいはい。小顔にしたいんですよね、多分。ないか。でもちょっとなんか、これもいいけど、これ何これ。これどうした。これどうした。これどうした。これ何。お客さんこうやってやってるの。大声でこれ何なのか教えてもらっていいですか。私美しい。私美しい。アピールがすごい。なんかあれですね、似た者同士でやっぱり仲良くなる。そうだね。似た者同士。なるほど。ちょっとまだ合わないな。もう一問ずついきたいと思います。